国士57国士57から1939年10月25日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。旧姓松岡山口県出身。松岡ゆり松の伊豆夫として生まれ国士順将陸軍少将の養子となる。山口高等中学校中退成城学校を経て1894年7月。 陸軍士官学校を卒業。同年9月、不評少位に任官し、この絵不評、第二連帯付となる。日清戦争2895年4月から11月まで出生。1901年11月、陸軍大学校を優等で卒業。1902年11月、参謀本部出資となり、参謀本部員を経て、1903年4月から、 翌年4月までドイツに駐在。1904年6月、満州軍参謀に発令され日露戦争に出征した。1905年4月、不評調査に昇進し、第10師団参謀に就任。1906年2月から1908年12月までドイツに駐在。帰国後、この F 票第3連帯付となり、1909年11月、 不評中佐に進級し、不評第42連帯付となる。1912年2月、陸軍富山学校教官に就任し、陸軍不評学校教育部長を経て、1913年8月、不評大佐に進級。1915年8月、不評第23連隊長に就任し、1918年7月、陸軍少将に進級し、 参謀本部第四部長に着任。1922年8月、陸軍中将に進み、東京湾要塞司令官となった。1923年8月、第七師団長に親保され、1926年3月に大名となり、同月、予備役に編入された。ありがとうございます。